せーの、下町上町中町です。始まりましたってことで、今日は何ですか？今日は手巻き寿司。はい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 、ということで、はい、今日は夜ご飯です。今日はもう1万円とか関係なく、はい、楽しく中町家の夜ご飯を見せれたらなと思います、はい、早速もういただきます。お届けしていきます、はい、手巻き寿司を食べよう。ね、リズムが違うね、完全に。寿司ロー、寿司ロー、お腹いっぱい寿司ロー、寿司ロー、寿司ロー、心もいっぱい寿司ロー、トゥントゥルントゥ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 ン、美味しい気分広がる幸せのは。じゃあハートじゃない、キモい。ハートじゃない。何？ハートじゃない。何？丸。ハートにしてこないで。すいません、こう丸です。皆さん真似するときは丸にしてくださいね。はい、ということで食べます。はい、あやの宗教水ボン。口が臭い人はこれ1日6本飲んだ方がいい。6本もっと違うやり方で口の匂いどうにかするんだけど、これ6本飲むならで、これ6本で3000円だからね、1日でもあんま飲みすぎない方がいいんだって。これ順平は1日1本ぐらいがいいらしい。順平はって何？聞いたの、ここの製造者みたいな。順平はどれぐらい？順平はどんぐらいですか？手巻き寿司はめっちゃ久しぶりだな。てか本当にやばいこと言って嫌や。何？マジでやばいんだけど、本当に1週間うんこ出てない。やばくない？でしかも昨日気づいたら1週間出てないことに、うん、で最近マジ外食毎日してんのね、うん、で毎日ふうお腹いっぱいっていうぐらい食べてんの、うん、いつもはそんな食べてないんだけど、うん、もうお腹がパンパンになるぐらい。だって1週間って言ったら EXIT さんのライブ行った後の焼肉も出てないと思う。出てないよまだ。やばくない？余裕で出てない。そんな、うん、あんなんだって4日前とかでしょ、うん、全然出てないよ。やばいっしょ。マジそれやばいよ。やばくない、うん、それ普通なの？1週間で1週間普通じゃない。だったら普通に便秘じゃないもん。コントレックスも飲んでんのに。コントレックス、あ、最近コントレックス切れてるからかな。それだ。だから体がおかしくなっちゃってんだよ。そういうこと。コントレックス飲まないと出ない体になって。え、マジでそうかも。コントレックスなくなってから出てないかも。あや、それはやばい。なのに朝起きたらお腹も別に普通なの。腹いっぱいな感じない？ない。腹がなんかちょっといっぱいっていうか張ってそう。あ、え、醤油入れがない。すいません。なんで体操着なんだよ今日。今日はちょっとオフにしてみようかな。家庭の事情だから。いただきます。うまっ。久しぶりだぜ。実家住んでたら週一で手巻き寿司だったのにね。実家出てからさ、一気に食べなくなった食べ物ってめっちゃあるよ。ある。手作りチャーハンとか。あのね、あのうちね、チャーハン微妙なのよ。いや、今好きだよ。いや、でもちょっと微妙。いや、微妙だよね、うちのチャーハン。あれだけは俺、友達来た時にチャーハンって言われたらあんま出さないもん俺。あ、あのチャーハン好きだよ。純平だけだよ気に入ってないの。俺はめちゃめちゃ好き。俺気に入ってんのはもうほんとオムライス。お母さんのオムライス最高。あとカレーも最高。だってさ、唐揚げだって食べなくなったでしょ。実家だったら唐揚げめっちゃ食ってたけど、唐揚げすら食べなくなっちゃうと思う。いただきます。ちっちゃいつゆ入れるんだよ、やめろ。さっき普通の人だったらムカついてるんであろうエピソードがあって、もうこれあやとのエピソードだけど、もちろんもうこういうものもさ全部俺がやるわけじゃん。でもそれは当たり前なの、昔からだからね。で全部用意してお兄ちゃんだからね。まあそう、うるさい。お前が言うことじゃないから、俺が言うから。お兄ちゃんだから俺が全部やるんですよ。でしゃもじが見当たらないってなった。で、あのしゃもじちょっとあやみたいな、あやもずっとここで携帯いじって、しゃもじそこみたいな、もう指示されるの場所をね。でやっとあやが動いて、しゃもじ言われた場所にあったのよ、うん、俺が見つけられなくて、うん、死ねよって言われた。俺全部これ準備して、お前がちょっと動いてしゃもじ取ったら死ねよって言われたからね。エンタメ。うざいの。なんだよマジでって思ったね。これ普通の人だったら怒ってるね。まず死ねよは言ってない。ふざけんなよって言ったんだよ。テリー君とベアちゃんをカットしました。トリミング一緒なのに、うん、断然ケツの穴が見えるのはベアなの。どういうこと？テリーあんま見えないじゃん、ケツの穴。うん、ベア見てみて。めっちゃ見えるやん。めっちゃケツの穴見える。そこに入ってるよ、左。ほら、こういう感じ。左とか一番上の右奥とか。そういう指示をずっと出されるよ、キッチンでも。わかりやすいやん。
で、結構今、中町兄弟史上一番のビッグプロジェクト、運転手つけるかつけないか問題発生してます今。これはもう、ここ最近で一番の悩み事じゃない？うん。で、結構みんなが想像する運転手ってさ、うん、白い手袋つけて、うんうん、スーツで、ちょっとおじさんで、うんうん、ドア開けてみたいな、うんうん、そういう運転手を想像すると思うんだけど、うん、YouTuber は、なんかあんまそんな感じの運転手じゃなくて、うん、地元の友達とか、うん、そういう人を運転手にしてる人が多いんだよね。マネージャーとかに、事務所の人とかね。そうそうそう。俺らも、あやが結構さ、タクシーとかすごい多いから、うん、運転手いた方がいいんじゃないかなみたいな、うん、で、この前話した家バレの話じゃないけどさ、うん、プライベートも守れるじゃん、うん、運転手がいると、うん、で、そうなった時に運転手をじゃあどうやって見つけようっていう話になって、で、やっぱり信頼できる人じゃないとダメだからさ、例えばインスタのストーリーで運転手になりたい人って募集したら、うん、そりゃ来ると思うけどさ、うん、そんなんでちょっと怖いじゃん、うん、っていうので結果的に俺の友達、もう本当何も失うものはない友達が一人いるんだけど、例えばさ、そんなやついねえだろ。 いるよ、本当にいるの。何にも失うものない。え、怖くない？そんな人も。例えば仕事辞めさせて運転手にするとか、うん、だったらさ、うん、その仕事の時の給料とかさ、うん、例えば俺らが運転手2年でいらないってなっちゃったらさ、うん、2年で仕事がなくなるからさ、うん、ちょっとやばいじゃん、うん、けどそいつはもう何もないの。何もないから明日から運転手やってって言ったら OK なの。で、うん、2年で俺らが例えば YouTube 辞めてちょっともう運転手いらないとかなっても、うん、大丈夫なそいつは。むしろプラスの2年だったから。また何もない日常に戻るだけ。っていう、ほんと何も失うものないやつが一人だけいんだよ。すごいわ。すごいでしょ、そんなやついるの、なかなか。だから、そいつをね、運転手にしようみたいな。うちの会社で雇おう。うん、話になって、この前俺と2人で会社やってるんだけど、うん、友達と。その友達と、俺の運転手候補、3人で酒飲んだのよ、うん。で、そいつが、俺の元々仕事してる人に爪痕を残さなきゃいけないみたいな。うん、思っちゃったのよ。その、やっぱ俺らってちょっと、おもろいことが好きだから、うん、飲んでたの、3人で、うん。だけど、おもろいことをしなきゃって。うん、でそいつが空回りして、めっちゃ暴走してたの、うん、で、その、尖ってて、うん、その、俺の会社の人にも噛みついたりする、うん、その、こう、うん、まあ、いろいろ、そういう飲み会があって、うん、そいつは、携帯なくしてました、その日。何も失うものないんだけど、携帯失ったらやばいじゃん。で、携帯失って、うん、そいつはもう大反省。DM で、昨日は大変申し訳ありませんでした。来たからね、俺。っていう出来事があって、だからもう、あとは、あやの一時代の俺ら3人はもう話した、うん、で、まあ、いいんじゃないみたいな、うん、なって、うん、あとはあや。なんで怪しいなの？俺が地元の友達との関係が悪くなっちゃうんじゃないか問題もちょっとあるからね。ああ。やっぱ上下関係になっちゃうと、うん、っていうのもあるからちょっと俺それは心配なんだけど、うん、幼馴染はいけんじゃない。大人になってからの出会いとかはちょっと怖いとこあるかもしれないけど、うん、幼馴染だったらさ、もういけんのかな。いけるでしょ。 それがね、やっぱね、だって失うものないんでしょ。そいつは失うものない。何にもない。じゃあいけんじゃん。すごいんだよな、ほんとに。なんで今まで生きていけてるのかわかんないわ。すごい、ほんとに。え、そいつのさ、趣味とかないの？趣味は音楽。笑うところか。音楽大好きです。音楽、音楽がめちゃくちゃ好きで、売れてないメジャーとかじゃない小さい箱でやってるバンドとかに一人で見に行ったりする。へ、そういうの好きなの。で、その見に行ってたやつらがやっとファーストテレビ出たとか売れたとか、すごい話をよくしてるから、すごいなんか音楽が本当に好きなの、純粋に。ハングリー精神のある、あのトゲトゲした音楽が好きだし。え、自分がやりたいとかないの？自分もやってます。実はやってんだ。実は1曲作りました。何、何て言ったん？ニーハオベイビーみたいな。ちょっとね、ある、ほんと、ほんとだからね、やばいからね。ほんとに純平の周りっておかしなやつしかいないな。もうほんとにね、そいつもね、音楽もう やっていこうみたいな、やっぱ、ほんとに失うものがないから、もう好きなことやっていこうみたいな。で、俺がもう洗脳というかさ、ほんと好きなことならやった方がいい、うん、今のそのお前の状況ならって言って、うん、だから俺、そいつが音楽できるように、うん、誕生日プレゼントに俺パソコンあげたの。あー、言ってたね、うん、で、そいつがもう自分で音楽とか勉強して、トラックとかを作れるようにしてみたいな、うん、ちゃんとすごくない？すごいじゃん、うん、でも1曲目は売れなそう。あの音が小さいの。俺スピーカーで流したのよ。それめちゃくちゃ小さいの。なんて言ったら聞こえないの。やっぱ自分でマイクとかも買ってこうやって録音したから、ちょっとまだそういう技術がなくて。でもそいつまだ失うものありませんから。こっからだから。なんか可愛いね。可愛い。なんか一生懸命で可愛い。お前先輩ね。あのお兄ちゃんの友達ね。妹が。やばい、いつの間にか純平の友達まで飲み始めてきてるわ。そうだよ。やばい。マジやばいよ。てかお前は俺の友達に関してはずーっと舐めてるやん。お前挨拶しなかったやん、なかなかあんまり。あんまり挨拶しないからね、お前、俺の友達には。確かに、ずっと舐めてるわ。挨拶しねえだろ、お兄ちゃん友達に。するか。普通するよ。でも、そいつは本当に荒れてるようなやつじゃないのよ、うん。だけど、思春期がひどくて、うん、結構先生とかにめちゃくちゃ反発するタイプ、うんうん。街の人とかに迷惑とか絶対かけない、うん、あの、いいやつだから。うん、だけど、先生にめちゃくちゃ迷惑かけない、うんうん。で、一回会ったのは、小学校の頃、うん、友達として喧嘩したのよ、うん。そしたら、あの、2階の教室だったんだけど、うん、机ごと2階から落としたからしたの。えやばくない？そいつ
つに、うん、あの大ダメージを与えるために、うん、だけど暴力とか振らないの、うん、そいつ自体に、うん、だけどめっちゃムカついて、うん、あの机をこう持ってベランダから地下に落とすみたいな、うん、そういうヤバいやつですどうすんの、あのさ、あやがうざくなってさ、あやには火が与えないけど車ボコボコにされたりしたら、あ、でも大丈夫、そいつ失うものね。それ失ってるじゃん、何か失っちゃうとダメ、うん、あのお金とか発生しちゃうじゃん、うん、そういうことは絶対しない、うん、お金が何にもないから。じゃああれじゃない、運転中にさ、うん、ずっと自分の音楽流してきたりとか。それはするきっとすると思う。で、あやとかがストーリー撮ってる時にちょっとでも宣伝効果出そうとか、あやがことストーリーの始めたらでも自分の音楽流す。でも音小さいから聞こえないとか。いや、これちょっとそいつも見てるかもしれないから、うん、まあそいつも YouTube 全く見ないから、うん、俺らの動画も見てないから、うん、あれなんだけど、いつも友達が、地元の友達がさ、俺含めて4人っていう話は結構してるんだけど、うん、その中で一番ビジュ悪いじゃんって言ってた。じゃあ、ね、顔どれみたいな。で、顔見せたら、え、一番ビジュ悪いやん。最悪でしょこいつ、俺の友達のことビジュって思うよ。もうさ、友達のことはさ、美女とかそういうの関係ないやん。普通に運転手なんてさ、美女関係ないやん。うちあれが良かったんだけど、みたいな。他の友達の名前言ってたから。思ってた顔と違ったんだもん。うん、自分が思ってた人と違ったから、うん、ね、美女が下がってたから。おい。おい思ってた人より。2人ぐらいかっこいいのがいるね、俺の地元の友達、うん、あの、その4人の中に。うん、まあ、かっこよくはないけどね。あ、まあ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 、かっこよくはないか。うん、でも、ちゃんとすればかっこよくなる。やっぱり、あの、芋というかさ、うん、その気使ってないから。うん、見た目に、そう、俺ぐらい気使ったら圧倒的にかっこよくなる。お前も気使ってブスだけどな。お前マジ言うな。マジ言うな。だって俺今めっちゃ気使ってるじゃん。で、地元4人いるじゃん。あのランクの中で言うと下から2番目。いて俺で運転手だ。最悪の2があやでくっついてる。だから現場でちょっとあのビジュアルになって人がいたら、あの僕の地元の友達なんで、運転手です、はい、どんどん僕たちがあのかっこよくしていくんで、はい、よろしくお願いします。上げていきます。はい、マジでアヤがちょっとその服装とか選んであげてね。いいよ、うん、やってあげて。え、その彼女とかはさ、いないの？いるわけない。で、彼女いたら失うものがある人じゃん。うん、確かに、うん、ないです。え、どんくらいいないの？もう最後いたのが多分高1とかじゃない。え、順平よりヤバい人いるじゃん。そう。そうだよ。てか俺の地元の友達はみんな基本的に5年いないからね。それがアベレージだから。全員5年以上いないんじゃない？マジで？うん、ずーっと遊んできたから俺ら男で。え、女の子は好きだよね？大好き。大好きなんだ。大好き。でもその運転手は、うん、もう運転手でいいか、うん、もう運転手決定ね。うんうん、はい、運転手決まりました、はい、今。で、運転手はちょっと自分に自信がないところがある、うん、で、俺って別にかっこよくないけど、やっぱその YouTube で頑張ったりして、うんうん、そのお金もちょっとは使えるから、ちょっと多分自信があるんだろうね、うんうん、でも運転手は自信がないから、うん、あんまりもうまず自分からガツガツいかない、うん、なんかその場を盛り上げようとしちゃうというか、うんうん、例えばキャバクラ行った時に普通はこうやってなるんだけど、うん、こうしないの、こうしちゃうの、うん、はいはいはい。だから昔の俺みたいな感じだよね。昔の俺見てるようだよね。うん、だからちょっと自信を持たせてあげようみたいな感じ、うんうん、俺らの運転手になったことによって、うん、あー、なるほどね。そう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 、これを持って、そう、だから今もう本当にお金がなくなったらちょっとウーバーするみたいな生活なの。へ、だからもう本当その日のための仕事をしてるみたいな、うん、すごいね。でもそれで毎日、うん、すごいよ生きてるの、うん、だから本当にそのもう本当受験落ちて、うん、もう人生どうしようとか、うん、なんとでもなるから、うん、運転手見てれば分かる。絶対生きてはいけるから本当にっていうのがあるから。面白いね。じゃあさ、彼女とかも作らせてあげたいね。だからあやがプライベートで女友達とさ、うん、会うわけじゃん、うん、でそこ迎え来ての時、うん、まあ友達も送ってあげるってこともできるじゃん、うん、誰か。やだよ、あやの友達は。ビジュ悪いんだから。おい、お前ビジュよくしてください。でも分かんないよ、マジでさ、あやがさ、うん、プロデュースしてさ、うん、ビジュ鍛えたらさ、うん、本当にマジでイケメンになる可能性もあるわけじゃん。あるよ。ちょ、もう一回ちょっと素質見せて。あ、難しいです、ごめんなさい。むずいっしょ。マジで覚えてるもん、これ、や、小学校の時のこの人。マジで覚えてる。え、昔からでかかったよね。でかいんだけど、今はそのままなの。小学校で身長止まったから。そこも難しいところ。一つの難しいポイント1。あ、小さい。圧倒的小さい。小学校サイズのデカだから。大人のチビだから。ねえ、やめて。ちょっとさ、ごまかすためにさ。ごまかすためにちょっと俺のホップだな。でもさ、なんかコメント欄でさ、うん、これは喧嘩じゃないですよっていうのもあったの。うん、喧嘩じゃないのこれ。喧嘩じゃないっぽいね。でもさ、じゃれ合ってるようには見えないね。見えないね。じゃれ合ってる時と喧嘩の時は、あや分かるんだけど、うん、じゃれ合ってる時はほんとちゃんとじゃれ合ってる。うんうんうん、これはね、今ね、ほんとじゃれ合いのあれじゃない、飼い主から見ると。あと普通にうるさい、動画中。うん、ほんとにうるさかった。
マジで真面目な話をした時に、うん、俺のマネージャーがその運転手に言ってたのが、うん、今何も失うものなくて、うん、何でもできるのが唯一の強みだよって、うん、そんな人ってなかなかいないじゃん、うん、明日からじゃあこれやってって言ってできる人はなかなかいないけど、何でもできるってことが強みだから、うん、って話してて、うん、終わりだよ終わり話してたよってえ、だからそれで運転手はすごい勇気づけられてやる気になりましたとかじゃなくて、あ、違う言っただけって言ってた言ってたよって、で、運転手はあの、それを聞いてうん、そうっすねって言ってた話のオチな、オチ今のないね、話全部オチあると思うね、いや、あると思うだえ、明日の予定は美容院行って、仲間内兄弟とって、うん、友達と遊ぶ、いや、美容院から運転手か、で、二人きり友達がいい、仕方ないよ、待って、二人きりに決まってない助手席に誰か乗ってていいのその運転手の友達とかお願いできんな、じゃあもう本当に、で、やっぱ家も近い方がいいじゃん、うん、だけど、今遠いから、まあ、最悪うちに、まあ、いさせる、え、ビジュアル二人が泊まるってこと、まあ、泊まるっていうか、どうせ泊まりとかの話じゃないから、もう同じ仕事をやるってことは泊まりとかの可愛い感じじゃないから、同棲になるの、同棲になる、初同棲ってこと、初同棲、じゃあ初同棲します、じゃんタイトルは同棲始めますじゃん、いや釣りすぎかも初めての同棲、運転手と2人で同棲始める、ビジの悪い2人と、ビジの悪いっていうのはあんま言うな、お前そんなこと俺はいいけどお前友達は先輩だぞ、何回も言うけど、しかも何年も会ってないと、そう、てか運転手のことビジ悪いって直接言うねそんなん体勢ついてないからな、女の子にビジュアルとか言われるの俺はもういいんだけど、でも俺さ、そのちょっと待って、いいよ、え、何お前 LINE チェックとかやめてくんない、いや仕事の LINE だったからしょうがない、嘘つくね、マジマジ、でもさ俺、ま、小さい頃からというかいつからこんな感情を抱いたのかは分かんないんですけど、やっぱ運転手をつけたいっていうのはさ夢の一つじゃない、うん、社長になりたいとか、うん、運転手つけたい、100万円使ってみたいとか、そういう大きな夢の中の一つの運転手つけたいがさ、うん、まあ現実になったわけじゃん、うん、嬉しいよね、嬉しい、すごい嬉しい、やっぱり俺って車持ってるのに、うん、やっぱ乗る機会がすごい少ないのよ、だからそれを乗れるのが嬉しい、あ、車をなんか無駄な感じで買ってないというか、うん、ちゃんと仕事として、まあ、お前の腕行きも、そうだよ、何そうだよって、最近もう脱毛サボりまくり、だからもうどんどん普通に生えてきて、でも足だけはなんかあんまりね、すいません本当の兄弟の話です今のえ、てかさ俺さ最近さ靴ずれでさ、ここ皮が剥けたの、ここ、うん、で赤いじゃん、うん、で痛いのよここ、うん、これさ皮がさこれぐらい剥けてるの、うん、親指の横がこれぐらい、これどうやって回復させるの、保湿って言われたの、うん、俺でも保湿って何、ボディクリームとか塗るの足に、うん、クリームとかじゃない、塗るんだやっぱ、もうしかも脱毛してると乾燥しやすいから塗った方がいいよ、そうなんだ、ちゃんと脱毛した後とかは保湿しないと毛の生えるスピードが全然違うから、ああなんか言われるね、なんか脱毛した後とかはもう毎日のようにちゃんと塗った方がいい、そうなんだ、サウナとか行っても関係あんの、この皮湯気前の足の皮、この皮これ知らないよサウナ関係あんのって知らないよ、でしかもさこれってさ無限に剥けるじゃん、本当に剥けんの足の親指の横の小さいこの皮からさ、ここら辺まで全部剥けんのかね、これ剥けるわけねえだろ、やってみようかな、そしたら本当に新品な俺になるからめちゃくちゃ新しい俺になる、脱皮したあ、ダメダメ、40分しか撮ってないもんな、40分も撮ってるよだいたいもう喋ったじゃん、40分しかない、20分以上はなってる、絶対なってる、本当にだって今日スラ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 喋れたもん、え、嘘、スラスラ喋れたでも確かに結構盛り上がった気がする俺もここは全部カットすればいい、なんでここも使おうとするんだよ、ちょっとでも伸ばそうと、全部使おうとするよ俺は全ての会話を、だからもうこれが出た頃にはもう運転手がついてるって、あ、そうですね、お話ですよ、はい、ということで、あ、違う、あ、危ない危ない、終わろう、危ない危ない、ね、ということでのトーンがうざいからお前ということで急に終わらそうするからこんな感じではありますよね、あ、じゃあ最後に一つ言っていい、はい、言いたいことある、うん、だからあやと相談したいという、うん、おふくろ、いやプライベートで言って、いやだ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 、プライベートでみんなにも聞いてほしいことだから、おふくろどうする、順平がいないとかでもう決まりつつあるの、え、じゃあ、え、決まりつつあるの、え、それ本当に、うん、俺の予定とか聞かなくていいの、なんかもうオフ会とかももう俺なしで話進めてんのシシってやつカットするよ小さい声で話せば使えるみたいなことじゃないからねはい、ということでこんな感じで今回は運転手の話でしたかね、はい、主に、はい、まあこんな感じで手巻き寿司、ちゃんとオープニングとエンディングを置いてくれるんだね、ここにね、ありがとうね、テディもいるしね、
はい、ということでこんな感じで手巻き寿司食べながら、運転手の話しながら、いろんな話して、今日も仲いい兄弟とテディベアでした。ということで、この動画がと思ったらチャンネル登録、高評価、ベア言って、コメントね、コメント、無断転載お願いしまーす。じゃあねー、じゃあねー、じゃあねー。 Yeah, I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기 Her brain fried, my lady pop a zany, other lady popping molly, why she waiting on me? 여기 my area, 여기 my area. はい、 OK. OK. もう撮影終わって。OK. いいよ、ベア。いや、いつもみたいに、もう普通に、二足をこれ立っちゃっていいよ。もう犬っぽくしなくていいよ、もう。もう立っていいよ。もう立っていいよ。うん。いいよ。はい、立ち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 。あ、まだ犬モードです。普段は二足歩行なんですけどね。かわいい。いいよ、これ。かわいいでしょ。あ、なんで？なんで？なんで？